原爆投下から70年、広島は節目の祈りの日を迎えました。この後、平和記念式典が行われる平和公園から中継です。原爆慰霊碑の前には夜明け前から多くの方が祈りを捧げています。去年は雨だったということもあるかもしれませんが、今年は特に多くの方が訪れている印象を受けます。すごい光景だったよね。忘れることはあんまできませんね。今度生まれてくれた時は平和なところへ出てくるのよというような気持ちですね。今年被爆者の平均年齢は初めて80歳を超え、その数は最も多い時に比べ半数を割りました。午前8時から開かれる式典には過去最多となる100カ国が出席。広島市の松井市長は平和宣言で被爆者の人類愛や寛容の心を伝え、核兵器廃絶を訴えます。さらにアメリカのオバマ大統領など各国指導者への被爆地訪問も呼びかけます。あの日から70年、埋もれていく記憶をどのようにつないでいくか、広島は節目の祈りの朝を迎えています。